皆さんこんにちは、海老沢あかねです。本日は2024年5月の15日水曜日、原宿ロイドにやってきました。本日はですね、昭和歌謡カバーアルバムロマンティックを抱きしめての先行発売イベントということで、レコ発ライブですね、この場所にやってきました。本日はスペシャルバンド編成でのライブのお届け、そしてね、音源を初披露ということで、皆さんがどういう感じで聴いてくれるのか、ワクワクドキドキでいっぱいなんですけれども、今回はゲストの花切一樹さん、そして小野梨沙さんをお迎えしてのスリーマンライブ、海老沢あかねも60分間のステージ頑張って歌っていきたいなと思います。ということでね、今日はいらっしゃれない方、遠方の方も映像を楽しんでいただこうと思いまして、動画も撮影していこうと思いますので、どうぞご覧ください。どうぞ。ドラム迫田徹さん、ベース小倉大輔さん、ギター柴山陽平さん、そして最後に今回のアルバム10曲すべてのアレンジを手掛けてくださりましたピアノ、バンマス、小林俊太郎さんにコメントをいただきました。まあ年代的には近しい時代の曲なんですけど、いろんなジャンルの曲があったんで、なんかその時代の売れてるものなんで、その時には多分すごいかっこよかったんですよ、そのサウンド的にも。それをそのまま持ってきても面白くないんで、まあ、とりあえずネッチのね、好きなお客さんが一番楽しんでもらえると一番いいし。リハーサル今終わったんですけど、めっちゃ歌いやすくて、で私も今回歌詞を全部アップしたので、絶対に間違えないで、ちゃんとその昭和の楽曲の良さを皆さんに伝えたいです、はい、リハーサルも終わり、いよいよオープンです。先行発売リリースイベント、今回収録の楽曲は全曲シークレット、ライブで初披露です。ワクワクドキドキ。はい、ということで衣装に着替えました。今回はですね、ジャケットの衣装を着用しています。そしてファンの皆さんから素敵なお花をいただきました。もういつもね、素敵なお花を送っていただきありがとうございます。ということで、オープン時間になりましたので、早速葉月ちゃんのステージ見に行こうと思います。大切なイベントに呼んでいただいて、レッチありがとう。ありがとうございます。レッチ、ロマンティックを抱きしめて、レコード発売おめでとうございます。ぜひぜひ FM ふっかちゃんでも流してください。お待ちしてます。節目のライブには必ず駆けつけてくれる葉月ちゃん。今回私がオリジナル曲を歌わないことを知り、ミッドナイトラブを歌ってくれました。パワーとエールをありがとうございます。もう私ギュッとしちゃった。ロマンティックを抱きしめて勝った人。あ、そっか、終わったとか、ごめんごめん、やった。ごめんちゃい、ごめん、めっちゃ自慢してるみたいじゃん、最低。もう大切なね、記念の日にこうしてご一緒させていただき、本当に楽しかったです。ネッチがもうね、素晴らしい CD が発売されたということで、私もたくさん聴かせていただきます。ファイトファイトネッチ。レーベルメイトとして今年はたくさんのライブをご一緒させていただいております。アリサさん、出会いの曲から代表曲まで、癒しのエールをありがとうございます。何、アリサさんなんか自分のものにしてたよね。すごい。うん。なんかあった？うん、なんもない。終わりました。アイドル。行ってきます。行ってきます。はい、ありがとうございます。今回は私が心から大好きな楽曲を選曲しました。昭和と令和の融合。新しいアレンジでのステージ初披露。いつもとは一味違う緊張感。夜のロマンティック歌謡祭、最後まで楽しんでいきましょう。まずはこの曲、1984年で君たちというパイヤーマンゴーだろ。
ということで、ついにこの日がやってまいりました。夜のロマンティック歌謡祭へようこそ。ありがとうございます。皆さん、私が恋かなと言ったらそして恋じゃないと言ったらイエス、そして愛かなって言ったらイエスと大きく3回お願いします。この曲、夏色のナッシー。ごめんとは口で昭和歌謡を好きになるきっかけはコロナ禍だったんですけれども、ファンの皆さんがですね、リクエストをくださって、でその曲を1日1曲覚えてそれを歌うっていうのをね、アップロードをし続けてたんですよ。約100日200日ぐらいかな、やっていたんですけれども、なので私の昭和歌謡のルーツっていうのは皆さんからのリクエストで成り立ってたんですね。なのでそっからですね、いろんな曲を自分で聴くようになって、昭和のカルチャーだったりファッションだったり、そして何の文化とかいろんなものに興味を持って、そこからね、自分の夢が新しくできて、今日もね、夢の一歩を歩む日なんですけれども、この曲もですね、同じくファンの方からリクエストいただきました。今回のアルバムのプロデューサー、
中西康夫さんからコメントをいただきました。お疲れ様でした。そしてリリースおめでとうございます。カバーアルバムをやるということで、別にカバーアーティストを目指してるわけではないと思いますので、これからオリジナル楽曲をバンバン作っていってくれることを期待しておりますし、カバーやることでいろいろ学ぶこともあると思いますので、それをしっかりと生かして今後の海老沢あかねさんに期待しております。さよなら。はい、ということで夜のロマンティック歌謡祭終演しました。いやもう達成感というか、なんかやっとこのドキドキっていうか、数ヶ月作り込んできたものっていうか、制作してきたものを皆さんにお届けすることができました。どんな気持ちでね聞いてくれたのかなっていうのを直接感想で聞けたりとか、あと今夜の22時からですね、 YouTube の方にアルバムトレーラーがアップされてたりするんですけれども、そのね皆さんの反応も楽しみながら、海老沢あかね自身ね、このニューアルバムロマンティックを抱きしめてとともに一生懸命頑張っていきたいなと思います。皆さんぜひ会場でねいっぱい歌いに行きますので、会いに来ていただけたらとても嬉しいです。海老沢あかねでした。ロマンティックを抱きしめて、アルバムトレーラー、そしてミュージックビデオもぜひぜひお楽しみください。バイバイ。ありがとうございます。